りの楽しさを、多くの方に伝えたいっていうメッセージを込めて、私たちのものづくりを、紹介してます。まあ、技術を、まあ、次の世代に、伝えていくっていうような、技術の伝承だったり、まあ、ものづくりの、楽しさ、まあ、そこら辺を、多くの方に感じてもらいながら、まあ、桐生の、まあ、繊維産業を少しでも、盛り上げられるような、地域貢献も含めた、展示を。